遊びはガードマムニュツエーガイルとかいうキャラガイルとかいうキャラツエこいつクソおもろいやん。えぐい11連勝してる。一番最初だけボコられてそこから勝ってるぞ。エンジンかかってきた。いいねいいね。俺信じザンギに勝てないからちょっとありがたいわ。ザンギ今年に入ってからスト6始めたんですけど、キャラの知識とかって最初から入れるべきですか？ある程度のランクからで大丈夫で。これ勝ったらレジェンド、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 これ勝ったらレジェンド。俺の知ってるザン、ダルシムの知識を全て使う。飛びから。新年早々から重い試合だね。Thank you.
終了だ。先ほどはエンケルトの見事な裁きを見せたが、このまま寄せつけずに完成できるか。さあここだ、ソニックで牽制する。エンケルトはドライブダッシュでターンを渡さない。プレイヤー2、少ないドライブゲージを運転する。あーコパンでね、マジかよ。飛びすぎか。うそー、無理だ、つえー。ありがとうございました。うわ、完全に対応されたな。こんばんは、アリケンザラスト6サバって条件ありますか？ないです、誰でも入れます。うわ、モデレーター、モデレーターじゃねえ、おい、切り抜き、うちの編集者たち、新年からレジェンドに揉まれるアリケンつって動画作れ。皆様今年もよろしくお願いします。こいつ、この人はね、もともと俺の5の時からね、俺のラウンジとかに遊びに来てくれてる人やね。いいでしょう。フップスカンフォーフォー、甘いな俺の球。差し返し馬岡、お前これはもう一回いくよ。お前差し返し馬岡じゃん。この人はね、もともと俺より弱かったんだよ、5でボコボコにしてたのにさ、ギルっていうキャラを使い始めて、なんかスト5でもなんかアルティメットマスターとかなんかどんどん強くなっていって、お前6でこれだよ、一番の古参勢が一番強くなってんの、ほんま最高やな。お前より強かったのに、俺はいつからこんな差が。うますぎだろ。そう、こいつは俺が育てた、もともとペコペコって名前だったんだよね。中盤はいずこへ。お前マジか、やるじゃねえか。ありがとうございました、今年もよろしくお願いします。いつの間にそんな強くなっちまったんだよ。昔はユリアンじゃなかったか、なんかユリアンでやってさ、で途中からギルに変えてさ、ギルで格ゲーの真髄をつかんだかどうかわかんないけど、ギルでやっててさ、5ではギル使ったら俺が勝ったりお前が勝ったりだったのに、6に来てからこんなに差が開くとは、えぐい。アスキーアートって誰が作ってんのそれ、職人がいんのやっぱ。
おい、新年明けましておめでとう。新年明けましておめでとうございます。コンボいいね。これ決めるためだけにお前端でカウンター確認してんだからな。俺は気持ちいい、気持ちいい。これできるの、いいね。